さんは夢中になれるものや夢中になっていたことがありますか？今回は絵を描くことに夢中になり人生が変わったというイッチのスレを紹介します。2011年12月に建てられたこちらのスレです。絵を描き続けたら人生変わった。まず、俺の簡単なスペックを。現在21歳男。絵を描くことが大好きオタメン。今は日常が熱い。見た目は普通面、なのかな？博多華丸かっこ芸人に似てるって言われるな。いわゆう恋顔。学生しつつ単発でイラストの仕事とかちょいちょいもらってる。駆け出しの絵描き。通ってるのは普通の一般次第。初すれたてでちゃんとできてるかすごい不安だけど。絵だけじゃなくて、今夢中になれてることがあるって人にはぜひ聞いてほしいな。まず話はイッチの高校時代に遡ります。当時のイッチは普通の高校生で部活のバレーに勤しんでいたそうです。高2の冬だったか、近所の高校で仲のいい女友達ができた。誰に似てるかって言われると難しいけど、モデルの田中美穂に雰囲気似てたかもしれない。あくまでも雰囲気だけね。そこまで可愛くはないよ。当時通ってる塾が一緒だったから、自分が部活休みだったり早く終わった日には、一緒に帰って塾の自習室に行ってたんだ。その時の俺は DT だしウブだったけど、彼女はさっぱりした性格で一緒にいてすごく落ち着いた。でも好意はなかったと思う。あくまで俺は友達って感覚でいた。男女関係って意識が薄かったんだと思う。ある日いつものように一緒に塾に向かってる時に言われた。ねえねえ、今日聞きなよ。え、いいよ、家行くって、おかしくね？俺は怪しいと思った。あくまでそういう関係と思っていなかったし、当然断った。今日親いないんだよ、企画だし、別に深い意味はないしさ、勉強教えてほしいし。絶対行っちゃいけない気がした。いや、行かないよ。別にいいじゃん。あ、変なこと考えてる？いやいやないない、部屋の模様替えしたし見てほしいだけ。まあちょっとだけ寄ってすぐ塾行くよ。俺は本当にちょろっと寄ってすぐ塾に行くつもりでいた。でもこの判断が本当に間違いだった。この時のこの選択で、大げさかもしれないけど人生の道が少し変わってしまった。美穂の家に行くと本当に誰もいなく、真っ暗でがらんとしていました。この時イッチは再度嫌な予感がしていたそうです。女の子の家に上がるのは初めてのことではなかったけど、嫌に緊張したのを今でも覚えてる。部屋に入ると彼女の目つきが変わっていた。彼女はずっと黙っていた。すると急に押し倒された、とえらい勢いで。何？急に怖くなった。なんで、そんなんなのよ。え？いつも一緒にいるのに、どうして私を見ないの？的なことを言ってた気がする。よく覚えていないんだが。その後、彼女はすごい形相で俺の服を引き剥がした。信じられない力に形相、抗うんだけどもうめちゃくちゃだった。そして目の前で俺の携帯を真っ二つに折った。こんなものがあるから、私以外を見ちゃう。正直もう何もわからなくなってた。彼女は泣きながら自分も服を脱いで発狂したようにひたすら俺を押してきた。ちょっとこれ以上は書くのが辛い、すまん。要は逆霊、されてしまったってことです。これが一致の初体験となってしまい。男女関係に理想を描いていた一致にとってトラウマとなってしまい異性不信という状態になりました。もちろんその後美穂とは連絡を取ることはなくなりましたが、塾も辞めてしまいました。このことが原因で3、4日食事が取れなくて点滴を打つために学校も休んだそうです。体調が戻って久々に学校に行くことにした。幸い、理数系の進学クラスみたいなところにいたので、クラスに4人くらいしか女子がいなかった。これが本当に救いだった。ただ後になってクラスメイトに聞いた話によると、久々に来た俺は本当に無口で人が変わったよう、だったらしい。放課後部活に行くと、同級のキャプテンがすごく心配してくれた。ちなみにこのキャプテンは板尾悦司に似ているので、板尾と呼ぶことにする。部活終わり、みんな帰った後の部室。お前何かあったのか、声もあんまり出てなかったし。いや。絶対何か落ち込むことあったろ？わかりやすいぞ。この板尾先生に言ってみなさい。板尾はこんな感じのノリの男だった。本当にいいやつなのだ。それでいて結構女遊びもやんちゃなやつで、そういうこともよく知っていた。だから相談するなら絶対板尾だろう、と俺は思っていた。すべてを板尾に話した一致。板尾は真摯に話を聞いてくれましたが、一致の異性不信は思ったより深刻なものでした。女子と顔合わせられなくて、話そうとすると動悸がして、吐き気が出るようになってた。ただ、女子が好きという気持ちはもちろん強く生きていた。だから恋もしたかったし、女の子とも当然話したかった。当たり前だよね。女の子への思いは強まるのに、関わることができない。その状況をどうにかしたかった。板尾に相談した。実はこの板尾という男、ナイスオタクで絵描きであるという一面もあった。板尾の絵はすごい上手くて、デッサンからイラストなんでもできた。板尾は俺にとんでもないことを言い放った。でもこれが今の俺の、支えになってる、この一言が。絵描こうぜ。一緒に、楽しいからさ。え？いやお前が絵が好きなのは知ってるけど。お前の理想の女の子をさ、髪の中に落とし込めばいい。青春の形なんて人それぞれだ。現実が今は無理なら、とりあえず絵の中に女の子を描いてみるってのはどうだ？非常にめちゃくちゃなことを言われた気がした。女の子を描いていくうちに、いろいろ気づくこともあるかもしれない。絵はひたすら自分の描いてるものと向き合うことだから、それで徐々に慣れていけばいいよ。そしたらいつか実際の女の子とも向き合えるようになるさ。きっとこれは、板尾なりの優しさだったんだと思う。
っと書いてる本人が一番絵の楽しさを知ってるから、俺も楽しめると思ったんだろう。思いもしない言葉に驚いた一致でしたが、もともと絵に興味はあったそうです。高校に入ってからは書く習慣はなくなっていましたが、一つの希望が生まれました。板尾に教本をもらって学んでいくうちにどんどん絵を描くことにハマっていきました。高3の夏になって、板尾も俺もバレー部を引退した。板尾は美大を目指す、と言ってその勉強を始めた。俺は特進クラスにいたので、美大を志望にすることはできなかった。とはいえ絵のレベルも全くそのレベルに達していなかった。とにかく部活がなくなってある日空っぽになってしまったので、ひたすら絵を描くことを楽しんだ。学校終わって防震衛生予備校行って受験勉強して、その後家で夜9時から午前3時まで絵を描く。そんな生活をしていた。絵を描くことが生きがいになっていた一致でしたが、異性不信は相変わらずでした。そのまま高校生活は過ぎ、板尾は東京の美大に進学し、一致は東京の一般私大に進学しました。俺は大学に行ったら新しい環境で異性不信も減るだろう、と思っていたが、それが甘かった。新生活でみんな浮かれているが、その波に乗り切れない。その時、大学でたまたま美術部のビラを見つけた。美術部か。もともと板尾だって俺が実際の女の子にまた向き合えるように絵を描くこと、を勧めてくれた。同じ絵を描くことが好きな人たちとだったらうまくやれるかもしれない。そう思って俺はとりあえず美術部の部室を目指した。美術部には新入生の女の子もいましたが、やはりうまくコミュニケーションを取ることができません。しかし頻繁に展示会があるようで、それに参加するために席だけは置くことにしました。このことが一致にとって本当にいい結果に結びつくことになります。そして最初の展示会は6月だというので、それに向けて、早速作品を描くことにした。最初の展示会だし、気合い入れてみんなをビビらせようとも思った。これと並行して、板尾のいる美大にも何度も潜り込んだ。不思議と美大の人たちとは楽しくやれる気がしていた一致。板尾の大学に行かない時は家にこもってひたすら絵を描いていました。自ら青春を放棄した感じもするが、この時はそんなこと忘れるくらい楽しくもあった。またそれ以上に板尾がとてもいいやつで、板尾と絵を語るのが楽しかった。今でも覚えてる板尾宅での会話。お前も随分上手くなったよな。当たり前じゃん、6月に展示会だし、一発かまさないとな。調子の女よ人体の筋肉もまだろくに知らんくせに。まあ大学でも女子とうまく話せないけどさ。まあ大丈夫さ、きっといいことあるよ。そうかな。勇気出して部活入ったじゃねえか、なんとかなるよ。板尾は茶化しつつもいろいろアドバイスしてくれた。そして6月の展示会当日、慣れない他の部員との会場設営と初めて人前に自分の絵を晒すということで一致は緊張していました。入部して2ヶ月なのに大体の人が初対面。ただ、部長が優しくて助かった。部長は女性だった。花丸くん初めて見たな、いい絵描くね。まあ、この時点ですごい動機なのである、耐えられない。部長は優しい、分かってはいることである。でもダメなのである、俺は会場のギャラリーのトイレに駆け込んだ。落ち込みつつ会場に戻ると、花丸くん今日体調悪そうだね。シフト、午後からだから、それまで一旦大学戻って仮眠しなよ。はい、ありがたかった。俺は一旦大学に行って寝ることにした。全く面倒なやつである。午後から展示会の受付のシフトがある。二人一組、一体誰と一緒なのか、女子だったら。午後、会場に戻るとそこにいたのは、おちゃらけたための一年だった。ココリコ遠藤に似ていた。お、初めましてかな。かっこ男か、よかったわ。そうだね、初めましてだね。おおう、今日シフト一緒みたいだしよろしくな。よろしく。なんか花丸の絵結構人気みたいだぜ。アンケートにも結構書かれてるし。マジか。これは素直に嬉しかった。そして、そこに思いもよらぬ展開があった。受付と言っても割と暇なので、俺は狭いギャラリー内をフラフラしていた。俺の絵の前で立ち止まってる女の子がいた。うわ、俺の絵の前でずっと立ち止まってる。そしてその子はボソッと、これいいな、と言って、俺の絵を写真に収めた。かっこ撮影 OK なので。格好は、どうしよう言いたいわ、それ俺が描きましたって言いたい。制服を着ていたし明らかに JK であることは分かった。すると向こうから来た。その子は胸が大きい子だった。なのでソニコと呼ぶ。あの、この絵描いた人って今ここにいますか？格好。あ、それは、自分が。あなたが、すごいですね。何使ったんですか？絵とデジタルで、ペインターとサイで。もう、頭がクラクラしてどうにかなりそうだった。今この状況が信じられない。向こうも自分も顔真っ赤だったんじゃないだろうか。また、明日も来ますね。そう言ってソニコは去った。展示会は2日間だったのだ。ちなみに俺は2日目もシフトがあるようだった。ちょっとなんすか今の JK? ここで遠藤である。いや、初対面で、なんか俺の絵が良かったらしくて。不思議と、俺はこの時は動機はあったが吐き気を催さなかった。連絡先聞いたんすか？いやいや、そこまでしないだろ普通。ふん。展示会2日目。2日目も割と盛況のようだった。俺は1日目ほどの緊張はなく、なんだかゆったりとやれた。でも部員の女の子と話すのは避けていた。おっす、昨日の子来るといいね。お前はまだそんなことを。
なんか楽しいんだもん。てかずるい。その時ギャラリーは静かだった。受付の俺らに二人と、見てる方一人だけ。お、あの子来たぞ。入り口付近で遠藤が囁く。こんにちは。昨日も来てくれましたよね、ありがとう。はい、素敵な展示なので。遠藤の対応は予想以上に紳士的だった。こんにちは。笑ったつもりだったけど声すら出てなかった気もする、今となっては。こんにちは、実は今日何回か来てたんです。やっと会えた。そこまでして花丸に会いたいのかよ。いえ。正直、この時すでに動機起きすぎて死ぬかと思ってた。耐えられなかったので、とりあえず展示の中に誘導した。お前何言ってんだよ。いいじゃない、もうファンだよ、ファン。でもファンって響きは良かった。それじゃ、いい展示でした。ありがとうございました。あ、はい。あ、ちょっと待ってよ、君高校生。はい、受験生です。でもこの、大学さんの展示すごく良かったです。ちょっと大変ですが頑張って絶対、大学に来ます。あ、おう、それはありがたい。ソニコは顔を真っ赤にしている。なぜそんなことを言ったのか。花丸さんの絵すっごく気に入りました。私もああいう絵描きたいです。あ、いや、ありがとうございます。わざわざ2日間来てくれる人なんて、きっといないよね。せっかく来たんだし、連絡先くらい交換したらどうなのよ。遠藤のぶっぱが炸裂した。いや、でも悪いですよいきなり。だよね。遠藤が俺の足を踏む。かっこいいって、なんだ？まあその足踏みが何を言ってるのかはわかった。じゃあ、アドレス交換、しとく？これも何かの縁だし。いいんですか、ありがとうございます。まさかこんなことになるとは思わなかった。高2のあの日以来、初めて新たにできた女友達だった。また連絡します。絵のこと教えてください。ソニコは笑って帰った。く、俺とも連絡先交換してくれると思ったのに。いや、それはねえだろ。だって JK だよ。いいな、おかしいよ。確かにおかしい。今自分の身に何が起きてるかよくわかってなかった。結果的に一致にとっては大成功だった展示会。自分の絵が褒められたのと新しくできた女友達ができたことを喜んでいたおに報告します。やったじゃねえか。お前にとってその子はどんな形であれ重要な存在になるよ。ゆっくり向き合っていきなよ。え、でもどうしよう、JK だよ。焦る必要はないよ。それに来年同じ大学になるかもしれないんだろ。ゆっくりメールでもしてろよ。それからソニコと俺はちょくちょくメールをやり取りする仲になった。久しく女の子とメールなんてしてなかったけど、メールだと本当楽しく話せた。一歩前進した一致。さらに大学1年の夏、板尾と一緒にコミケに申し込み、本格的に同人を始めます。板尾は上手いから個人でイラスト本吸っても多分全然いける。でも俺はまだまだ、って感じだった。板尾は親友だけどそれ以上に憧れや妬みもあった。板尾くらい上手く描きたい、そう思った。バカだなって今になって思う、俺はバカだった。でもちょっと上手くなってきて初心者の頃と違うから、いろいろわかっちゃうんだよね、それが辛かった。そんなに焦らないで、自分なりの絵を探せばいいよ。そう言ってアドバイスしてくれた。でもそれすらもじれったく感じた。必死こいて、板尾がびっくりするような本を描こうと頑張った。この頃の一致は辛くなった時や相談する時、板尾にではなくソニコにメールするようになっていました。コミケの方は残念ながら落ちていましたが、板尾の大学の友人のスペースに委託で本を置かせてもらうことにしました。サークルチケットも3枚あるので、俺と板尾と板尾の友人の3人で売り子はできそうだった。初めての同人誌制作はなかなかきつかった。板尾にいろいろ教わりながら、印刷所のことや原稿の形式とかを覚えた。ジャンルは創作だった。これは絵を描き始めた時から決めてた。オリジナルの女の子を描く。俺は20ページ、オンデマンドでフルカラーのイラスト本を刷った。50部、果たして履けるのか。板尾はオフセットでフルカラーのイラスト本を100部。お互い履けるかどうかすごい不安だったと思う。今思うと、なんでこの時二人で合同本を出さなかったのか。それが今でもわからない。そして受験で忙しいソニコでしたがコミケには来てくれることになりました。順調に進んでいましたが、コミケ直前の12月の終わり頃に嫌な出来事が起きました。あいつから連絡があったからだ。1年半も音信不通だったのに。久しぶり、元気？メールだった。ちなみに俺は中3の頃からアドレスを変えていない。なぜこのタイミングで、俺はとにかく嫌な予感がした。返信を返すべきか、2日くらい迷ったと思う。それと同時に、コミケ前だというのにすごく体調を崩した。前回同様食事が取れなくなり、クリスマスは家で寝込んでいた一致。悩んだ末に一応返信だけはしました。元気にしてるよ。とだけ返しておいた。返信しないならしないで角が立ちそうだったからだ。でもこの選択で後々いろいろ面倒なことが起こるのだが、俺はこの時初めてソニコに電話してみた。勇気を出して電話したと思う。それほど何かにすがりたかった。ソニコはひたすら、なんとかなるんだよ。としか言わなかった。この時のこの一言にすごく元気づけられたのは今でも覚えてる。異性不信だった俺を、ソニコが現れたことによって、ただの、未歩不信に変えてくれたのかもしれない。とにかく俺の中でソニコの存在はどんどん大きくなっていった。今は板尾もいるしソニコもいる、何性だってある。俺は意気揚々とコミケ当日を迎えた。うは、これ全部一般参加か。すごいな。あっちにはホストっぽい集団もいるよ。あれオタク？
いろんな人がいるんだね。そして3人は自分たちのスペースに移動し興奮気味で準備を始めます。ちょ、ダンボール来てる、俺の本。落ち着けよ。あ、俺のもあるよ。板尾の友人は経験者なので、至って冷静だった。初めて自分の本を見た時の感動はすごかった。言葉にできない。これが俺の初めての本、呆然とした。その後俺は、コミケが開場する前の準備時間にひたすら憧れてる作家さんのところに挨拶へ行った。絵を描く上で影響になった人は数多い。そして、スペースに戻って、おい、板尾。お、どうした？今ポスタースタンド立てるのに手こずって、はぁはぁ。いつもあなたの絵見てます。憧れです。これ、僕が書いた本です。よかったら。何それ？はいはい、ありがとう。これ、俺の本。俺だって花丸の絵は好きだよ。俺たちは何やってんだ。とにかく、俺と板尾にとっては初コミケってこともあって本当に緊張だった。スペースの準備が終わると、いよいよコミケ開始である。ただいまより、コミックマーケットを開催いたします。パチ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 。場内アナウンスとともにコミケが始まった。うおう、始まるんだな。こえおお。遠くから地鳴りのようなものが聞こえる。これが、俗に言う、開幕ダッシュ。なんだよそのテンション。こういったものを味わえるのもサークル参加の面白いところであった。開幕して10分くらい経った時、板尾は自身のサイトで宣伝していたこともあり、早々に一発目が売れました。おお、お、売れたぞ。この手で、直接、売った。板尾は歓喜は待っているようだった。俺もただ感動していた。本当に、自分の絵を気に入ってくれた人に、直接向かい合って、直接自分の作品を渡す。板尾はやっぱり繁盛で、すぐに二人目が来る。板尾さん、ですか？いつもサイト拝見してます。俺たちと同年代くらいの、若い男の子だった。マジですか？ありがとうございます。その時の板尾の笑顔がとても嬉しそうで、今でも時々フラッシュバックする。俺は予想以上に落ち着いた。俺はこの時サイトやつくし部でスズメの涙ばかりの宣伝をしていた。それが功を奏したのか。俺より一回りの年の離れた男性だった。あなたが花丸さん、ですか？新刊一部お願いします。え、おう、は、はい、ありがとうございます。楽しみにしてました、カッコニコ。そう言ってその方は去っていった。記念すべき、初めてのお客さん。この記憶はもう一生忘れられないだろう。見た、俺の本、売れたよ。よかったなぁ、ほんと、俺たち頑張ってよかったなぁ。この時の体験が、後の俺を支える本当に貴重な体験だった。板尾の本はもちろん、イッチの本もぼちぼち売れていった昼過ぎ頃、ソニコが会場に姿を現しました。実に半年ぶりの再会であったが、すぐに気づいた。ドキッとした、でも普段の同期とは違うものだってすぐ分かった。彼女自身、結構なオタでコミケには来ようか迷っていたらしい。そして俺もいるし、結局来る決心をしたんだとか。新刊一部、ください。彼女は笑いながら言った。俺も吹き出して、いやいや、お金はいりません。なんて言ってソニコに本を渡した。うわ、すいません、ありがとうございます。急に真面目になるソニコ。これはこれは、可愛らしいお客さんだね。知り合いなの？いや、ほら、いつも言ってる。板尾はすぐに察してニヤッとした。あなたがソニコさんか、話は聞いてるよ。これよかったら俺の本、あげるよ。あ、とってもうまい。俺は少し嫉妬した。ソニコさんは、この後暇なの？え、まあ、適当に見て回って、帰ろうかなって。今まで勉強済みだったので、今日くらいは少しだけ遊んじゃいます。そう言うと板尾がこっちをギロッと見た。言いたいことは分かっていた。この日、俺たちはコミケが終わったら、俺と、板尾と、友人の3人で飯を食おうってことになってた。それで俺と板尾は地元が一緒。自分は年末も年末。なのでそのまま二人で帰郷しよう、という流れになっていた。板尾のナイスアシストもあり、一気は夜決してソニコを誘います。あ、あのさ、ソニコちゃん。はい？コミケ終わったらさ、俺たち飯食いに行くんだけど、よかったらさ、ソニコちゃんも来ない？ほら勉強とかも教えられるじゃん。最後の一言は余計だった。でもこうやって言い訳したのを覚えてる。いいんですか？ぜひご一緒したいです。嘘みたいに笑ってくれた。びっくりして心臓止まるかと思った。それに、一応勉強道具とかもあるんですよね。なんか必要ないけど普段から持ち歩いちゃう。この気持ちわかりません。かっこマジか、そこは冗談だったんだけど、さすが受験生。決まりじゃん。じゃあ閉会までまだ時間あるし見たいとこ回っておいでよ。そうだね、寒いし、風邪ひかないように暖かくしてね。閉会時間頃にまたここに来ますね。そういえば板尾の友人は何をしていたかというと、彼は新刊を落としてペーパーハンプだったので、終始俺らの売り子を手伝ってくれていた。すっげえいい子じゃん、顔赤くしちゃって。そうだね。お前にはもったいないな。で、トイレ行かないの？いや、全然会長、吐き気とかしないよ。成長したな。午後2時くらいになりとうとう板尾の本が完売しました。板尾は泣いていた、ぐしゃぐしゃになってた。俺も泣きそうになったが耐えた。俺の本も実質40部弱、そろそろ完売しそうだったからだ。完売したら板尾は泣くだろうなぁと予想していたけど、やはり俺もつられて泣きそうになる。でも頑張って耐えた。その直後だったかな、結構時間経ったのかな。よく覚えていないけど、俺の本もその時を迎えた。俺の最後の一冊を買ってくれたのは、
俺より一回り小さいくらいの女の子だった。名刺を渡してくれたのを覚えてる。あ、ありがとうございます。最後の一冊です。本当に？やった、ラッキー。これからも頑張ってくださいね。か、完売しました。パチパチパチ。周りのスペースの人たちが拍手をしてくれた。若いのによくやったねー、おめでとう。あ、ありがとうございます。上、いたお。おう、よくやったな、俺たち、上？二人で大泣きした。よく覚えてないけど、結構な時間泣いてた気がする。でも一瞬だった気もする。もうよく覚えてないなー。俺はこの時、コミケ前に絵がうまくいかなくて板尾に少しイライラしていたのを悔いた。やっぱり板尾はすごいし、憧れ。でも俺は俺なりの絵を描けばいいんだと、思えた。そうなるともう嬉しくて仕方なかった。それ以上に、こんなにも一緒に感動を共有できる板尾のことを、一瞬でもあいつはずるい、とか邪魔だと感じてしまった。自分が情けなくて仕方なかった。もう自分でもなんで泣いてんだかよくわからなかった。その後はスペースを片付けて、友人の計らいで会場を見て回ることにしました。コミケも佳境に差し掛かっていたが、作家も、書いても目を輝かせていた。この時見た景色は今でも忘れらない。ビッグサイトの、あのバカ広い会場の中で板尾と二人で歩いた。この日に見たもの、感じたものは、本当に大きかったんだなって、今でも思う。以上をもちまして、コミックマーケットを閉会します。パチパチパチ。終わったな。いやー気持ちいい。お疲れさん、二人とも。スペースでまったりしていると、ソニコがやってきた。ごめんなさい、みんな撤収しちゃってて、迷っちゃいました。相変わらず顔を真っ赤にしていた。いや、全然大丈夫だよ。面白い子だな、それじゃみんな揃ったし、ここにいるのもあれだから、とりあえずビッグサイトから出るか？腹減った、飯行こう飯行こう。ソニコを交えて晩飯タイム、俺は意気揚々としつつ、いつも通りでいられるか不安だった。俺は、この晩飯のレストランに着くまでの間に一つのことを確信してしまう。ビッグサイトを出る、臨海線に乗る、駅に着く。俺はその間ずっとソニコを見ていたし、ソニコを気にかけていた。コミケの帰りって、ビッグサイトから国際展示場駅まで、怒涛の人の流れなんだ。俺はその中で絶対はぐれないようにソニコだけを誘導していた。自分でも確信してしまった。ああ、俺この子のこと好きなんだな。もう今後無理かもしれないと思っていた恋でしたが、ソニコと出会って一致は変わりました。それを自覚したところで食事のためのサイゼリアに到着しました。ソニコさんも、絵を描くの？少し、でもまだまだ下手っぴですよ。頑張って練習してるもんね、絶対すぐ上手くなる。ふん、なるほど。最初のうちは割と板尾も穏やかな感じで会話を始めた。ならさ、ソニコちゃんも大学受験終わったら花丸と一緒に一度、うちの美大おいでよ、いろいろ楽しいよ。ありがとうございます、花丸さん、行こうね。多分この時俺は顔真っ赤だったんじゃなかろうか。だって、突然好きな子が隣にいて、自分の方見て話しかけてるって状況になってるんだ。飯食べるのもなんか無理やり行儀よく食べようとしたりしてた。ソニコちゃん、花丸のどこがいいのさ？始まった、板尾の悪ふざけタイムである。昔からこういうお調子者気質なところが彼にはあるのだ。テンパってる俺を見て面白くなったんだろうな。いえ、別にそんな私。ソニコちゃん実際学校とかでモテるんじゃないの？いえ、私女子校だし男子いないんで。板尾は俺に気を使って場を盛り上げようとしているようにも見えた。俺も頑張ってソニコにいろいろ話しかけた。ソニコは終始笑ってくれていた。とても楽しい時間だった。しかし、一と板尾の一日はこれで終わりではありません。食事の後、友人とソニコと別れて故郷に向かう電車に乗り込みます。ふう、今日一日マジで疲れたな。完売してよかったわ。だよね、本当、なんつうか最高の一日だったよ。多分一生忘れない。思えばさ、ここまで来るまで長かった。板尾は泣いていた。どうしてそうなったのかよくわからなかった。お前が初めてトラウマのこと話してくれた時、俺どうしようかって思った。女性に関われないって悩むお前見て、本当にどうにかしてやりたかった。俺は良すめた、言葉とか励ましよりも、とにかく何か夢中になれること見つけて欲しかった。そうだったね、本当、絵描き始めてよかった。お前に良すめたことも、本当は良かったのかどうか。ずっと悩んでたんだ、昔言ったろ。絵を描き始めてから花丸は人と距離を置くようになったって。確かに高校の時よく言ってたね。絵を進めたものの、それが本当に花丸にとってよく働くのか、俺は無責任なことをしたんじゃないかってずっと悩んでた。でも、それが、お前は絵を大好きになってくれて、今じゃ、こんなにコミケ一緒に出るくらいまで上達した。まあまだまだ下手だけど。泣きながらそれ言うかね。それでソニコちゃんだよ、あの子が現れてくれて、異性不信だったお前がまた女の子と普通に楽しく接せられるようになって、本当に良かったよ、本当に。お前あの子大切にしろよ。板尾はずっと顔を隠して泣いていた。俺もだんだん釣られて、涙目になった。ずっと板尾に、ありがとう、ありがとう。って言ってた気がする。俺は実家に帰った。実家といえば天国、大晦日は紅白見ながらこたつにいれば、自動的に料理が出てくる。俺はしばし実家を堪能することにした。でも俺は肝心なことを、忘れていたんだ。そう、あのメールを。意外なことに、美穂はあの、久しぶり。というメール以来メールをしてこなかった。
でもその音沙汰のなさっぷりが、逆に不気味に感じられた。一体何が目的だったのか、大晦日の実家のこたつで、俺は自分の携帯を見ながら悶々としていた。そして年越しの瞬間、俺はソニコや板尾たちに明けおめメールを送ろうと必死だった。5、4、3、2、よっしゃ年越し、ジャンプ。うるせえな。俺は毎年年越しの瞬間にジャンプをする。うちは毎年年越しの瞬間はジャニーズのライブのテレビと決まっていた。年を越した瞬間、友人たちやソニコからもメールが来ました。しかしそのたくさんのメールの中に美穂からのメールも来ていたのでした。俺はそのメールに返信してしまった。ただ、スルーしておけばよかったのだ。俺はソニコのおかげで異性不信もすっかり良くなっていた。だから思わず気を許しちゃったんだろう。送ってくるメールの内容もひたすら普通だったし、当時のことも、本当に悪いと思っているようだったから。ただ、相手は自分を異性不信に貶めた根源だってことを、忘れてた。新年でテンションが上がっていたのか、美穂とのメールで今通っている大学や美術部のことを話してしまいました。メールの内容は至って普通であの時のことは何かの間違いだと勘違いするほどでした。それから、またすっかり美穂からの連絡は止んだ。俺はほっとしていた、いろんな意味で。その頃だったか。3月にまた美術部で割と小規模だけどまた展示会があることを聞いた。さらに、板尾と二人で次の夏のコミケにサークル参加の申し込みもした。よし、またお絵描き頑張ろう。いろいろ動き始めている気がした。なんていうか希望や展望に満ちてた。また新たな目標ができた一致。ソニコの受験は2月だということで、あまり連絡も取れませんでしたが、定期的に勉強の質問などで連絡は取り合っていました。2月某日、俺の大学の入試の日だった。俺は力になってやろうと思って、キットカットを買ってスケッチブックを持って大学へ走った。走ったと言っても電車に乗って行ったのだが、先回りしようと俺は急いだ。生活リズムのおかしかった俺は、久々の早起きで、息上がりまくり、貧血気味でフラフラだった。ソニコに電話した。はぁはぁ、今、どこにいる感じ？さっき駅出て、もうすぐ大学に着くよ。そっか、頑張ってね。かっこよし、このまま正門で待ち伏せだ。俺は前日までにたくさん絵を描いた、スケッチブック1冊くらい。しかし、合格祈願とか、そういったイラストではなかった。最初はむしろ渡すつもりももうとうなくて、好きに落書きしていた。でも、この絵をソニコに渡したらどうかな、と脳裏によぎった。合格祈願とかそんなんじゃなくて、試験前とか休憩中に、俺の絵見たら少しはリラックスできるんじゃないかな、と思ったのである。なので俺はスケッチブック1冊好きに落書きしたものを、当日ソニコに渡そうと決心したのである。あ、ソニコ。うわ、花丸さん、どうしたの？これ、あげるよ、頑張ってね。そう言ってキットカットとスケッチブックを差し出す。ソニコはけげんそうな顔をしてスケブをまじまじと眺めた。でもすぐに笑顔になって、何これ、バカみたい。と言って笑った。いいから、頑張れよ。俺は少し恥ずかしかった。ありがとう、頑張るね。ソニコはそう言って校門をくぐっていった。緊張が解けたようで嬉しかった。少々気づいてる人もいるかもしれないが、俺は恋に落ちると好きになった相手しか見えなくなる節がある。そして少々やりすぎてしまうことがある。この件もそうだった。突拍子もないことをしでかした一致でしたが、ソニコは引くどころか喜んでくれました。バカなことをしてるなという自覚はありましたが、一致にとってそれが楽しかったようです。こうしてソニコの受験は終わり、一致は3月の展示会に向けて絵を描き始めます。途中経過を板尾に見てもらった。まだ細かいとこはあれだけど、なんつうかすげえ気持ちこもってるな。今回の展示会は欠けてるからね。なんかいつもそう言ってないか。次のコミケさは。ニヒトで合同本にしようぜ。なんか一つテーマを決めて。あーいいねそれ、すげえ楽しそうじゃん。金髪ツインテとかどうかな。なんだそれ、なら俺はショートヘアの女の子を押す。前回個人本だった俺たちは、次のコミケは合同本を出すことにした。展示会も迫る中、ソニコの受験の合否が出た。ソニコは見事俺と同じ大学に合格した。ソニコから電話があって。私やりました、やりました、あれだけ頑張ってたもんねー。もちろんどれだけ頑張っていたかは知っていた。だから自分のことのように嬉しかった。本当に嬉しかった。これでソニコも展示会に遊びに来れる。それどころか晴れて同じ大学に通えるんだ。もうルンルンだった。そして展示会当日、俺は去年の6月の展示会のようなヘマをすることはもはやなかった。力仕事もするし、部員たちとも男女問わずわりと打ち解けていた。花丸よく働くねー。新部長は一個上の先輩でこれまた女性だった。まあ当然ですよね。展示会はソニコに出会うきっかけにもなった場なので一致も気分よく過ごしていました。しかし一致は忘れていました。正月の美穂とのメールで大学と部活を教えていたことを。展示会1日目がスタートした。俺はシフトと関係なくフラフラ街へ出たり、ギャラリーに戻ったりしていた。俺のシフトは午後だった。ソニコは午前中のうちに来るというので、俺もそれに合わせることにした。ソニコが来て、俺とソニコはギャラリーの近所の喫茶店でぼーっとしていた。もう少しで正午、ってとこだったかな。突然、俺の電話が鳴った。なんだ、遠藤じゃないか、あいつまた女子に怒られたのか？あ、花丸。なんかさっきからお前はいないかって聞いてくる。
女の子がいるんだけどさ、お前またなんか捕まえたの？あ、マジか、ちょっとわかんないって言っといて。かっこいいや、まさか、そんなはずは。どうしたの？いや、わかんない、でもそろそろシフト出しとりあえず戻らないと、だね。この時点で一致は嫌な予感がしました。女性の知り合いが皆無ではありませんでしたが、美穂以外の心当たりは一切ありません。一致とソニコはギャラリーに戻ることにしました。俺は頭が真っ白になった。そこにいたのは紛れもなく美穂だった。少し大人びてはいたが、さらにタイミングが本当に最悪だった。俺はソニコと二人でギャラリーに行った。誰がどう見ても、一緒に来た状態なのである。俺は明らかにおかしくなった。膝が震えて、動悸が止まらないんだ。いや、美穂自体にはもはや恐れとかの類はなかったんだが。ここまで来ているという状況が本当に怖かった。なぜここにいるんだ？にわかには信じがたかった。今だから冷静に分析して正月のメールとか、サイトの告知が、とか原因はわかるが、その瞬間はもう、何もわからなかった。こんにちは。久しぶりだね、花丸。そっちの子は誰？あ、ソニコって言います、はじめまして。まさにシュラ、と思った。でもそうでもなかった。そっか、可愛い子だね、花丸と仲良くね。あ、はい。なんだ普通じゃないか。俺はほっと一安心した。そう思うと急にバカらしくなって、なんか楽になった。俺がシフトで受付をしてる間、ソニコとミホはずっと一緒に展示を見たり、近所の店にふらつきに行っているようだった。俺のシフトが終わる頃。じゃあね、花丸、頑張ってね。とだけ言ってあっさり去っていった。一体何だったのか。俺もシフトが終わったので帰ろうと思って、ソニコに電話した。そろそろ帰るんだけど、一緒にマックでも寄ってこうよ。ん？やけに暗い声だった。いやー腹減った。俺何食べよう、ソニコは？いやに静かだった。一体どうしたんだろう。席に着くと、ソニコはカバンも下ろさなかった。へ、どしたの？美穂さんは、花丸さんの高校時代からの彼女さんなんですか？は？なんか知らんがボロボロ泣き始めてる。今まで私花丸さんとすごい仲良しだと思ってて、私には花丸さんしかいないし、花丸さんもきっとそうだって勝手に。そんなの嘘に決まってるだろ。でもよく考えなくても俺はソニコに、好きだって一度も言ったことがなかった。それどころか一緒にいるくせに付き合ってるって形でもなかった。ただなんとなくいつも一緒にいただけなのだ。気持ちをはっきり伝えていなかったから、ソニコがこの時こんな風になってしまうのは仕方のないことだった。私今日は先に帰るね。ソニコは泣きながら笑顔を作って店を出て行ってしまった。一致はソニコにはっきりと気持ちを伝えていなかったことを後悔します。ソニコに電話しますがその日は電話に出ることはありませんでした。ある種の異性不信になりかけたと同時にミホに対して怒りが湧いてきました。二日目、俺はシフトもないのにギャラリーの隅っこで体育座りしたりフラフラしたり、アイス食ったりして時間を潰していた。やるせない気持ちでいっぱいだった。きっといつかあいつが来る。すると、ギャラリーの奥でぼんやりしていた俺を呼ぶ声があった。ちょっとお花丸の彼女とかいう人来てるよ。は？そこにはミホが立っていた。俺はさすがに怒った。普段からビビりだけど、お前がいつ俺の彼女になったんだ。ソニコに何を言った？正直に言え。もう全力だった。でも声は震えてたと思う。いや、別に花丸は私の彼氏だから、近寄るなって感じに。まあ、そりゃ嘘ついたけどね。もう、わかった。もう二度と俺の前に現れないでくれ。お前も俺も、関わったらいいことないんだよ。わかるだろ？でも、私はそれでも。その気持ちだけでいいから、俺たちはダメなんだ。ごめん。どれくらいの時間、何を話しただろう。美穂も案外悟ったのか、俺が予想を逸して怒っていたからか。静かになって帰っていった。美穂との件はとりあえず解決？しましたが、ソニコの誤解が解けていません。一致はソニコと面識のある板尾に協力してもらうことにしました。それからしばらくしてから、俺はソニコに電話をした。もうすぐ入学式とかも近い頃だったろうか。なんとか入学式は、笑顔で一緒に過ごしたかった。俺はソニコをファミレスに呼び出した。会って話すのが一番だと思った。そこには板尾と、もう一人、高校時代のクラスメイトである市原を呼び出した。かっこ彼は市原隼人に似ているので。市原は一致のトラウマや絵を描いている経緯を知っている板尾以外では唯一の存在で、東大で研究者を目指している人物です。いや、女の子一人に対して男三人もいたらビビるだろ。ああ、隠して市原は近所のゲーセンに格ゲーをやりに行ったのであった。真面目な話、当日集まるまで気づかなかった。市原本当にすまない。そして俺は、板尾と一緒に誠心誠意ソニコに伝えた。すべて話した。正直、この話自体するのもきついのだが、女の子に伝えるというのも辛かった。なんというか、板尾がいるおかげで話に説得力が出たと思う。俺も相談を受けて。板尾がそう言うたびにソニコは目に涙を浮かべた。ごめん、私そういうこと全然知らなくて、ひどいことした、ごめんね。ソニコは案の定泣いてしまったのだけど、何より誤解が解けて、本当に安心した。すべてを話すことができて、新しく心強い味方ができたな、とも思えた。俺にとってソニコはますますかけがえのない存在になった。店を出る、市原を呼び出す。もう終わったの？キスした？キスした？東大生だけど全く空気は読まない市原。すると、まあなんだ、お前もしっかり決めとけよ。板尾がニヤニヤして言った。
市原もニヤニヤし出す。あのソニコさん。するとソニコはハッとしたようにこちらを見る。両者ともに顔面真っ赤だったろう。はい。好きです。付き合ってください。はい、よろしくお願いします。来た、来た、来たよこれ。俺は心の中で連呼した。俺はその場でソニコを抱きしめた。ソニコは小さい声で、ふふ。って言った気がした。この時、板尾たちはどんな顔をしてたのだろう。ただ、市原の。マジかぁ。って声は聞こえた気がした。一体どんな感情なんだ、その言葉は。とうとうソニコと付き合うことになった一致。板尾と市原も大喜びしてくれて一致も有頂天でした。しかしこの喜びはすぐに悲しみへと変わることになるのです。ソニコの入学式も、俺はまるで親父のように見に行った。それからは幸せな毎日だったと思う。本当に板尾のおかげだったと思う。俺は思っていた。ああそういえば、去年のコミケで約束した、ソニコと一緒に、板尾の美大に遊び行くって計画、いつやろうかな。俺は近いうちに行こうと思っていた。いつがいいかな。4月のうちは忙しいでしょう。まあソニコちゃんも落ち着いたら、ゆっくり来なよ、美大の中を巡るツアーをしてやんよ。まあ言うて俺は何度も言ったことあるが。まあね。この後また俺にとっては辛すぎることが起きる。書くのも正直辛いんだが、頑張るよ。これを書くために立てたようなスレだったしね。あれは5月の初めだったろうか。ゴールデンウィークだもんな。板尾が、ゴールデンウィークに地元の山道でバイクで自損事故を起こした。帰らぬ人になってしまった。俺は信じられなかった。高校の連中からメールやら電話が来る中で、俺はだんだんと事態を飲み込んでいった。一体、何が起きているというのか全くわからなくなった。故郷の板尾の家に行って、式に出て、なんとなく何が起きているかわかった。嘘だと思った。嘘ならよかったな、本当に。俺が信じられないくらい泣きわめくので、多分周りにいる人ドン引きだっただろう。どうしていいかわからなくなった。俺はそれから1週間近く家を出なかった。何も食えなくなって、ヒゲだらけになっていた。思えば、いろいろなことが脳裏をよぎった。一緒に合同誌を出すって約束していたこと。ソニコと一緒に板尾の美大を巡る予定だったこと。そして、板尾にいつか追いつきたかった。親友を失った一致。身も心もボロボロになった一致を支えてくれたのはソニコと市原でした。飯とかを食べる気力をなくしていた俺を、市原は率先して自分の家に呼んだ。そして市原鍋を振る舞った。かっこ白菜と豚肉をごったにしただけ。市原は高校時代3年間クラスを共にした男だった。一緒にいると本当に落ち着いたし、楽だった。市原の家に行くのは、自分の実家に帰るような感覚だった。市原の家に行くと、市原はよく俺に夢を語った。俺は獣医学を専攻して、動物の研究をするのさ。へぇ、それって面白いのか。面白いとか面白くないとかではないんだよ。それが夢なんだから。夢、よくよく考えたら俺の夢って何なんだろうか。板尾と夢の話をしたことは一度しかなかった。まだまだ19の少年だったから、目先のことに頭がいっぱいで、将来の話をする機会はあまりなかった。その時板尾はポロッと言った。俺は美術教師になる、絵の楽しさをダイレクトに伝えられるから。俺は夢なんて全くなかったし、すげえなぁ。くらいで流してしまった気がする。この頃から板尾の夢だった美術教師というワードが一致の頭をかすめるようになりました。6月になると冬に板尾と一緒に申し込んでいたコミケの当選発表がありましたが、残念ながら落選。そんな時以前コミケで一緒にサークル参加した板尾の友人から連絡がありました。コミケ、どうだった？いや、落ちちゃったよ、ダメだった。そっか、それなら前回と同じように僕のとこで本を出しなよ。なんと、またしても板尾の友人が俺を助けてくれた。これには俺とソニコは二人して大喜びした。本が出せる、コミケで。こんな感じで、6、7月はぼちぼち大学に通いながら、コミケに向けた絵を描いていく日々だった。これまでただ漠然と絵を描いていた一致でしたが、本気で描いているうちにイラストレーターみたいになれたらという夢を見ていました。板尾の詩は、良くも悪くも俺を変えた。もう自信作を書いても。いいじゃんそれ。と言って笑う板尾はいないんだから。コミケの原稿も一段落した8月の初旬、俺は美術部の合宿に行った。もちろんソニコも一緒に。夏合宿、まあ、楽しいレクリエーションだ。みんな夜通し語り明かしたりもする。俺はこの合宿で相談したい相手がいた。一校への部長。部長は、芸大受験の経験もある、かなりアーティストな人だった。そう、俺はこの時決心していた。東京学芸大の中等美術科に行って、美術教師になってやる。そのためには大学を辞めることや仮面浪人も厭わなかった。夢が、見えた気がした。俺たち美術部一行は、とある片田舎の避暑地に行った。バスでは、俺とソニコは隣に座らなかったが、それをひたすらにブーイングされた。なんだかんだで遠藤と仲良かった俺は、なぜか遠藤の隣だった。今年の一年女子をこの合宿で見極める。頑張れよ。でも遠藤は途中からバス酔いしたので静かで楽だった。夏合宿では海に行くか高原に行くか半々くらいだった。女子が多い部活。俺は正直海に行きたくて仕方なかった。でも行き先は高原だった。チーターバスって楽しいね、修学旅行みたい。水、水。コテージ？ログハウス？なんて言うんだろう、そんなとこにみんなで泊まる。でも管理人の老夫婦がいた市民宿にも近いのかな。
すごいなここ、バドミントンとかバスケ、テニスで自由に遊べるのな。バスケしようぜ。近くには牧場もあったり、自由にスポーツできたり、緑が綺麗でとてもいいところだった。花丸さんバドミントンしようよ。遠藤、そういうことだから。いやいや混ぜてくれよ。この時ばかりは青春ってやつだったかもしれない。今思い出すとむずがゆい、でも楽しかった。明るいうちはみんなでバドミントンとかして、近くの小川に行って裸足で入って足怪我したり、食べれる野草を見つけてみんなで騒いだり、夜には肝試しでお化け役になって木の枝に腕引っ掛けてすりむいたり、結構怪我した、でも楽しかった。夜の自由時間になり吸い始めたばかりのタバコを吹かしているとちょうど部長が来ました。おさいよ、それ。あ、すいません、部長相談があるんです。何よ、改まっちゃって。俺大学多分辞めます。何トンチンカンなこと言ってんの？いや、だから、俺は美術教師になりたいんですよ、はい。初めて聞いたな。そのためには、今の大学じゃ絶対無理じゃないですか。やめて、今から美大は厳しいですから、学芸の中等美術科に。うんうん、わかったわかったちょっと待って。はい。花丸は中高で美術部の経験があった？いえ、全く、高校では一度も美術の授業すらなかったです。じゃあ、美術の先生がどんなことするか、どんな人かもわからないんだね。まあ、そうなります。部長はいつになく真剣だった。部長はスタイルが良くて、ハキハキしていて、できる女性って感じだった。だからなおさら気迫があった。花丸がなんで急にそんなこと言い出したのかはわからない。まあ、なんとなく察しもつくんだけど、よく考えた方がいいよ、そんなに甘いもんじゃないよ。でも、こんな言い方してごめんね、でももしそれで大学辞めて美術の先生になれなかったら、なれたとして、一生続けられるかな。部長は芸大受験に何回か失敗してからうちの大学に来ていたから、学年一個上とはいえ、年は離れていた。俺はもしかしたら、頑張れとか、応援してるとか、そういう言葉を期待していたのかもしれない。部長に背中を押してもらえると思っていた一致は落胆します。しかし一致がくじけることはありませんでした。夢を追えなかった板尾のことを思うと、美術教師は諦められなかった。この時の俺は本当に取り憑かれたように美術教師になる、って言ってたんだけど、それが本当の自分の気持ちだったのか、板尾に対する自分の思いだったのかは、未だによくわからない。合宿が終わると、助けを呼ぶ声があった。コミケで本を置かせてもらうことになっている板尾の友人だった。花丸くん、今暇かな？原稿がやばいんだよ、手伝ってくれないかな？おお、いいよいいよ、そんなにやばいんか。夏のコミケの締め切りギリギリ、まさに友人は修羅場状態であった。そして、この一本の電話が俺にとって大事な分かれ道だった。俺は美大近くの友人の家に行った。ごめんね、手伝わせて。いいよいいよ、それより聞いてほしいんだけど。俺たちは作業しながら会話をした。どうしたの？今から、学芸行って美術教師になりたい、それって難しいのかな？そんなことないんじゃない？軽い、予想外の反応だった。俺の友達で学芸とか教育系の美術か？受けてここに来た子とかいるよ。え、本当に？その子、板尾とも仲良かったよ。もしかしたら会ったことあるんじゃない？なんて子？石田だよ、石田。あ、俺その子知ってるよ。その子は石田ゆり子にちょっぴり似ているので石田と呼ぶ。そもそも、石田さんとはソニコと初めて会う前から面識があった。大学1年の5月くらいにも会っていた気がする。板尾が美大の連中をいろいろ紹介してくれた時に、その中にいたって感じだった。まだ一致が異性に距離を置いていた時期で4、5回会ったことがある程度の関係でしたが、板尾を通してだんだん慣れて話すこともありました。俺は石田さんを初めて見た時から、なんとなく、可愛いとは思っていた。好きとかそんなんじゃなく、外から傍観する感じで。だから記憶にも割と残っていたのだ。じゃあ原稿一段落したら、美大に来なよ。石田も呼んで、話聞く？そのついでにさ、ほら、美大の中いろいろ見たりする？それはいい考えだね。じゃあソニコも連れてくるよ。きっと彼女もいろいろ話聞きたいかもね。できるだけ友達呼ぶよ。善は急げということでコミケの前に一度行くことをソニコにも伝えました。え、今なの？でも嬉しい、すごく。と言ってくれた、ソニコも、板尾の死にはショックを受けていたから。どうしよう、スケブ持ってくよね。あとは。そこまでワクワクしてくれると、こっちも嬉しい。よかった。そして美大に行った、俺はソニコと二人で向かった。正門の前に友人が立っていて手を振った。こっちこっち。みんな来てくれるかと思ったけどね。さすがに夏休みだし予定が。でも石田は来てくれたよ、よかったね。久しぶり。二人はニコニコしてなんだか楽しそうだった。久しぶりだね、今日はありがとう。自分でもわかるくらいもう女性に対しての苦手意識はなくなっていた。俺はとにかく早く学芸受験の相談も聞いてほしかった。長期休暇中だからね、ほとんど建物の中入れないけど、いろいろ見て回ろうか。美大の中を歩いていると、いろいろ思い出した。よく板尾に案内してもらった。一緒に歩いた、去年のコミケのことも思い出された。この計画も本当は、なんて思った。なんだかとっても辛くなった。ソニコがずっと笑っていたのが救いだったかもしれない。板尾のおかげでこの子にも会えたし、そんな干渉モードに浸っているうちに美大探訪は過ぎていった。ほんじゃ、そろそろゆっくり話とかもしたいし、俺の家に行ってゲームでもやろうよ。友人はゲーム好きだった。
確かにゆっくり話もしたいとこだったし、家に行くってのはみんな賛成だった。私なんか作るねえ。わ、私も、手伝います。ソニコは実家暮らしなのでそこまで料理はできなかった。俺は、女性陣は可愛いなぁ、なんて心の中で思っていた。友人の家に着くと、石田さんが料理を作った。ソニコも少しは頑張ったらしい。美味しかった、なんか感動した。同級生の女の子が作った料理。その後ソニコは友人とゲームを始めた。俺はいろいろと石田さんに話を聞くことにした。実は自分、学芸に行って美術の先生になりたくて。らしいね、聞いたよ、私も受けたよ学芸。現実的に考えるなら母校の高校の美術の先生とかにも相談したら。私も高校の時は受験のために美術の先生と仲良くなったよ。田舎だから予備校も長期休暇とかしか行けなかったし。なるほどなぁ。この日話していて分かったんだが、石田さんと俺は、地元が一緒だということも分かった。これには本当に驚いた。花丸くんはきっと頭いいんだから、まず勉強頑張ればセンターで差がつくし。受験は大丈夫、私は応援しちゃうなぁ。これが美大生の思考なのだろうか、迷わず応援してくれた。俺は自分の補ってほしいところを補ってくれるような、そんな存在が現れた気がした。花丸くん絵を描くの好きなんだね。板尾もうまかったもんね。話は板尾の話にもなった。同じ地元に受験、板尾の話、共通の話題が尽きることはなく、石田さんとは本当に長い時間話している気がした。その日はそんな感じで過ぎた。ソニコに帰り道でちょっとすねられた。ずっと話していたせいだ。でも学芸受験のこと相談できる相手できてよかったね。私はそういうの全然わからないし。あんたは偉い子だよ。そして、このすぐ後にコミケが来る。楽しみ半分、不安半分。去年のことが懐かしく感じられた。この時までの一致はいろいろな人に迷惑をかけながらも悩んだり苦悩したりある意味幸せでした。そして待ちに待った夏のコミケが開幕しました。前回同様まったり本が吐けていく中、予期せぬ人物が訪れます。石田さんです。よ、頑張ってるねー。おすー。あーお疲れー。正直、ドキッとしてしまった。純粋に、来てくれたことを嬉しく感じた。この時、ソニコはどんな風に思っていたんだろうか。その後は特にイベントもなく、コミケ終わった後、石田さん含めて俺たち4人で飯を食べに行った。俺は、その最中も石田さんに受験関連のことを聞き続けた。石田さんに少し惹かれていたのか、美術の先生のなるんだってことばかり考えていたのか、両方だったと思う。ソニコはどう思っていたのだろうか。それから定期的に石田さんから連絡が来るようになりました。ソニコへの好意はもちろんありましたが、石田さんとの関わりは自分でもよくわからない感情となってしまいます。しかし9月に入ると一致の運命を変える出来事が起きました。母親の体に癌が見つかったのです。もともと俺の家は片親だった。母と、社会人の兄、稼ぎ手も二人いたので、経済的に困ったことはなかったが、兄に一度帰ってくるように言われた。母は入院したらしい。これからどうなるんだ？母さんは、どうなるんだ？混乱した。とりあえず実家に帰ることにした。母は手術をした。手術はうまくいった。しかしリウマチを発症した。リウマチとは、手足が固まって、じきに動かなくなる病だ。それに進行の早いものだったらしい。母さんはなんとか大丈夫だったけど、わかってるよな。うん、もう働けないし、だんだん世話も必要になる。ね、お前大学辞めるとか言ってたけど、今まで俺たち散々母さんに迷惑かけてきたんだから。諦めろ、母さん生きているうちに自立して、立派なとこ見せるんだぞ。この時俺は号泣していた。どうしてこんなことになってしまったんだろう？自分が世界で一番不幸なんじゃないか。って思うくらいだった。夢が破れた気がした。夢を追いたい。でも今から大学に一から行き直したら。一致はこれまでの人生を振り返り、夢は諦めて普通に就職し絵は趣味にすることを決心します。そして母が退院するまで一致は実家に残ることにしました。地元にいると大学の友達と会えなくて辛かった。もう授業も始まっていた。でも、俺はこの、諦めると決心した時、まず最初に石田さんにメールした。泣きながら。特に深い意味はなかったと思う。今まで散々学芸受験の相談に乗ってもらったし、諦めるなら、早くその節を石田さんに伝えるべきだと思った。もちろんソニコとは電話とかたくさんしていたし、俺は石田さんに細かい経緯とかも伝えた。今思えば、石田さんにはそんなに込み入った事情まで言うべきじゃなかったって反省してる。それから数日経った日の夜、石田さんから、駅に来て、とだけのメールが来た。その駅は俺の実家の最寄りだった。駅に行くと、石田さんが笑ってベンチに座っていた。田舎の駅だから、平日夜でも人はまばらだった。ちょうど私も地元に帰ってきたからさ、元気かなと思って。明らかに嘘だった。こんな時期に、大学生が起業なんかするか？まあ本当に何かあったのかもしれないが、そうなんだ。直接話したかった、元気かなって、無理してるんじゃないかって。石田さんは決まり悪そうに笑った。なんて言ったらいいかわからなかった。うまく話せなくて何時間くらいそこに座っていたんだろう。今思えば、石田さんはまっすぐな人だったんだろう。一瞬見放送機したが、それは考えすぎだった。花丸くんはさ、ソニコちゃんが大事だよね。誰よりも大事だと思うよ。私はさ、ダメかな、ダメかもね。嫌な予感はした、告られたらリア充とか言われそうだが、
この時の精神状態で、誰かを振るというのは、きつかった。何しろ石田さんとの関係性は失いたくなかった。私はね、花丸くんが好きなんだ。嬉しいことである、とても嬉しい。でも、今言わないで欲しかった。もっと別に仲良くやっていく方法もあったはずだ。ありがとう、でも、俺は、石田さんは強かった。表情一つ変えなかった。覚悟もしていたのかな。石田さんは笑って、じゃあさ、儀式しようよ。と言い出した。儀式。私、石田ゆり子は、博多花丸のことが、大好きです。よかったら、付き合ってください。ありがとう、ごめんなさい。振られちゃった。石田さんは日誌とばかりに苦笑いした。正直、その時俺は気持ちが持っていかれるんじゃないかと思った。恋人がいる人に告白するなんて、私卑怯だ。ソニコちゃんはいい子だもんね、私も頑張る。何も言えなかった。花丸くんは頑張りすぎないでね。石田さんはそう言って改札をくぐっていった。最後まで何も言わなかった気がする。遠くで手を振られて、ただ振り返すしかなかった。あまりに叙情的な景色だったから、はっきりと覚えている。突然の出来事に心にポカンと穴が開いたような気持ちになった一。とりあえず家に帰ると玄関には兄がいました。女か。昔から兄は鋭かった。母の病院に行かない夜は何があってもいいように。一緒に家にいて、二人で格ゲーをやっているのが普通だったからだ。遅い時間に帰ってきたから不審に思ったんだろう。地元の友達にでも会ってきたのか。ま、そんなとこ。俺は、次の日かかりつけの眼科に行った。思えば、小さい頃はよく母と病院に来たものだ。この眼科もそうだった。俺は診察の時先生に言った。実は母が、そんなことがあったのか、花丸くんが小さい時から知ってたからな。辛いけど、今はそばにいてあげて。先生は初老のじいちゃんだ。これが田舎の地元のいいところだ。地元に戻れば、家族みたいな人がたくさんいる。俺は元気を出そうと思った。定期検診で半年に一度くらいしか会わない関係でしたが、とても心配してくれる先生でした。時期に母は退院して、とりあえず自宅で薬で再発防止の抗がん治療をすることになりました。一致もあまり大学を休み続けるわけにはいかないので東京に戻ることにしました。何もかもが久しぶりに思えた一致でしたが、目的を失った一致はなぜ絵を描いているのかわからなくなってしまいます。板尾がいたらなんて言ってくれたろう。なんであいつはあんなに絵を描くのが好きだったんだろう。俺は分かって気になっていたが、分かっていなかったんだ。そもそも、俺が絵を描くきっかけだったのは板尾。板尾がいなくなって、俺は板尾の代わりに夢を追うような、そんな気持ちでいたのかもしれない。異性不信を克服するため、また恋ができるように、落ち込んでいた俺を板尾が、変えるために絵を進めた。今ではすっかり異性不信もなくなったし、ソニコがいた。絵を描く意味がわからなかった。絵を描く必要があるのか。そう考え出した。そんな俺に、ソニコが言ってきた。冬のコミケの到落、もうすぐだね。コミケ。俺は夏にソニコと一緒に冬コミの申し込みをしたのだった。と言っても、ソニコが張り切っていたので、全部ソニコに任せていたのだが、コミケ、ね、一人で本出すってのでも、いいんじゃない？え？いや、絵を描ける気がしないし、本出せないわ、絶対。え、描かないの？もう、描かないかもね、わかんね。そんなに嫌だよ、そんな花丸さん嫌だ。何が？なんで、絵楽しいって言ってよ、一緒に楽しく絵描こうよ。うるさいなぁ、お前に何がわかるんだよ。なんで？急に？絵描くでしょ？書かないなんて言わないでよ。書かないもんは書かないんだよ。だいたいこんなもんな。珍しく、大喧嘩だったと思う。ソニコは泣きしだした。どうしちゃったの？嫌だよ。こんなの嫌だ。俺だってわからないんだよ。なんで絵を描くのか。絵を描いて夢を追う。それが全てだったんだよ。それがなくなった今意味なんて。絵を描くことに意味なんているの？楽しくて描いてたんでしょ？板尾がいた時は楽しく描いてたよ。わかんねえんだよ俺も。あいつがいないと、描く意味ないんだよ。夢を追ってれば俺の中で板尾が居続ける気がしてたんだよ。そんなの全部言い訳にしか聞こえないよ。そもそも、板尾さんの夢は板尾さんだけの夢じゃないの。ソニコは珍しく感情むき出しだった。逃げないでよ、現実から、受け止めてよ、夢を諦めたって。花丸さんが絵を描き続ければ板尾さんは生き続けるでしょ。板尾さんが花丸さんに絵を教えてくれたんでしょ。そこで描くのやめてどうするの。もう、ボロボロだった。それに、私は花丸さんの絵が好きだもん。私だけじゃないよ、きっと、今まで本を買ってくれた人も、ピクシブを見てくれる人も、そういう人たち、みんな寂しい思いするんだよ。もはや聞き取れないくらいに泣いていた。俺はあっけに取られて、何も言えないでいた。ソニコがこんなに泣いている。俺は、絵を描くのは、好きでしょ？好きに決まってるだろ。絵を描くのは好きだ。だから今までずっと描いてきた。下手なりに、もがきながら、見てくれる人たちがいたし、ひたすら描きたいものを描いてきた。思えば、絵を通してどれだけの人に出会い、どれだけの人に支えられたのか。板尾もそう、ソニコもそう、遠藤や石田さんだってそうだったろう。コミケで俺の本を買ってくれた一人一人の顔も覚えてる。あの日、完売した俺たちに拍手をしてくれた隣のスペースの人たちのことも、気づけば俺もボロボロだった。描いて、見るわ。私より可愛い女の子、描いてよ。それはどうかな。泣きながら笑っていた。よくわからなかった。こうしてソニコが一気に気持ちの再確認をさせて冬コミに全力でぶつかることにしました。
普段通りのページ数で、普段通りの絵で、普段通りのイラスト本、一緒に一冊作ろうと思っていたが、俺はこの一件で怒られたので、どっちが早く完売するか勝負する。と言われて結果個人本を書くことになった。頑張りつつも普段通り、それが楽しかった。絵を描くのが、楽しかった。俺は板尾に昔言われたことを思い出していた。理想の女の子を紙に落とし込めよ。やっぱりそれが楽しかった。ソニコには悪いが、吹っ切れてからは、絵を描くのが楽しくて仕方なかったな。本当に楽しかった。でも俺にはもう時間がなかった。そして、晴れて冬込みの日がやってきた。俺もソニコも、もうワクワクが止まらなかった。もう、存分に楽しんでやろう、そう思ってた。ひえ、相変わらずすごい人。毎回サークル入場だと、なんか申し訳なくなるな。相変わらずの信じられない数の人に緊張しつつもコミケを楽しみ、そして興奮していました。いよいよ開幕です。これよりコミックマーケットを開催いたします。パチパチパチ。あ、始まった。ソニコは相変わらず顔真っ赤だった。たまんないよな、この瞬間。ソニコはオンデマンドフルカラーで30部、俺もオンデマンドフルカラーで50くらい。決して冒険をした部数ではなかった。新刊一部、ください。この言葉を聞くたびにこう、体が熱くなるのを感じた。ありがとうございます。絵を見てくれる人に実際に向き合って本を渡す喜び。この日ソニコも俺もそれを肌で感じた。去年の冬込みくらいの感動があった。絵を描くのって楽しい。描いててよかった。そんなことを感じていた。ソニコも俺も、午後に本は完売した。どうしよう。ソニコは案の定半泣きだった。頑張ってよかったね。これは去年の冬に板尾が言っていたことだ。そう、頑張ってよかった。絵を描いててよかった。笑ってはいたが俺も泣きそうだった。これからもずっと絵を描こうそう思える出来事でした。そして去年と同じように冬込み終わりには母の待つ実家へと向かいました。母は、手は動かしにくそうにしていたが、案外元気そうで安心した。よかった。母さん、俺めっちゃ頑張ってんだぜ。たくさんの人が見てくれてさ。そりゃよかった。母さんこんなんだから、好きなことあんまりできなくてごめんね。そんなことないよ、絶対に、ないから、俺は大丈夫だから。はいはい、じゃあちゃんと就活しなさいね。ええ、俺がしごいてやるよ。俺はこの時幸せだった。この先、平凡に、でも幸せに生きていける、そう思った。ソニコもいたし、家族も仲良かったし、絵もますます楽しくなってきた。最高の正月だなぁと思った。三が日が過ぎて一致は眼科の定期検診に向かいます。しかしここで思ってもいない結果が出てしまいます。どうしましたか？眼圧高いね、視野検査しようか。まあ、たまにあることだし、大丈夫だろ。左目が、若干来てるな、始まっちゃったか。花丸くん、冷静に聞いてね。左目の視野が欠け始めてるんだ。緑内障が発症してしまったんだよ。一度欠けた視野は、今の技術じゃ戻せないから。え？しばらく眼圧を下げる治療をするよ。大学は向こうだっけ？紹介状書かないとだね。は？でもまあ、今すぐどうのこうのってレベルじゃまだないから。2ヶ月目薬打ち続けて様子見ようか。どれくらいの進行度かもまだわからないしね。もしかして、失明とか。なんとも言えない。一生失明しない人もいるし、手術で良くなる人もいるし。とにかく様子を見てみよう。今は眼圧を下げるしかないね。絵とか描いたり、目に負担とかって。基本関係ないけど、できるなら目を酷使するのはやめた方がいいかな。俺は幼い頃から眼圧の高い子だったらしく、そのため定期的に眼科に通っていた。でも全然大丈夫だったし、一生平気だと思っていた。緑内障の原因は、正確には分かっていない。確かに俺は幼い頃から目も悪かった。ここに来て、発症してしまったのだった。呆然とする一致。絵が描けなくなるかもしれないという現実に覇気のない生活を送ります。途方に暮れながら2ヶ月間様子を見て再度眼科を訪れました。よかった、これならしばらく目薬の眼圧治療でどうにかなりそうだ。失明とか、ないですか？俺は知っていた、日本で1番目か2番目に多い失明の原因は緑内障だ。わからないね、ただしばらくは持つと思うよ。でもね、病気の兆候が出たってことはいつどうなるかわからない、一生大丈夫かもしれないし、来年ダメかもしれない、向き合っていくしかないんだね。しばらくは良かった、現状維持。家族にも打ち明けたし、ソニコにも相談した。母は泣いていた、見ていられなかった。ソニコは泣かなかった。こういう時に、泣かないんだ、強いと思った。大切にしたいと思った。でも、もし俺が失明した時、一番迷惑をかけるのはこの子なんだよな。そんな狭間で揺れていた。夏が終わり、秋に差し掛かった10月頃、自分でもわかるくらいの違和感を左目に覚えて、急いで地元の眼科へと向かいました。緑内障は、案の定進行していた。これは、まずいな、薬を強くしたいけど、そうなるともう内服薬とか、あるいは手術。そうなりますよね。俺はもうある種覚悟していた。ちなみに、緑内障は手術での回復はあまり見込めない。俺の緑内障の場合は、かもしれんが。そして、より強い薬を服用することにした。手術はその経過次第、可能性としては手術もあるだろう。家族は泣いていた、でもきっと応援してくれるだろう。そしてソニコに話した。大丈夫だよ、きっと、なんとかなるんだよ。それはソニコの口癖だった。
なんだか色々思い出した。俺はずっとこの子を見ていたいし、守りたいと思った。絵もずっと描きたいな、絵が大好きだ。ソニコと話していると、本当に色々なことを思い出す。そして現在に至るわけだ。もしかしたら失明するかもしれない。俺はもっと焦ると思った。どうしようもなくなって、自殺も考えるかと思った。でも違うんだよ、俺は落ち着いてるよ。今まで絵を描いてきて、いろいろな人に出会って、いろいろ楽しいことを経験できた。何より、描いた絵を残すことができた。楽しい楽しい、って言って描いてきてよかったよ。きっとこれからも、俺の描いた絵は残るし、誰かの心に残る。もし、絵を描いていなかったら、そう思うと。もし、絵を描いていなかったら俺はどうなっていただろう。何もできないまま、この歳で良くない賞になっていたら、それこそ、今、こうやって自分のことを振り返ってみて思ったんだ、確信した。だからこんなんでもすれにまとめようと思った。絵を描く人、何かに夢中になってる人に伝えたいって思った。俺は好きなように絵を描いてこれた。たくさんの人に俺の絵を届けて、見てもらえた。だから、今すごく落ち着けてるし、もしも目が見えなくなっても他のことで頑張ろうって、前向きにいられるんだよ。だから、俺は絵を描き続けて救われた。こんなまとめ方ですまん。絵を描き続けて、本当に良かったよ。お疲れ様。やっぱり一度絵を見ておきたい。お疲れ様です。あとは、絵さえ見れれば寝れる。ダメですか？絵の要望が多いようなので、さらっと描いてウプしようかとも思います。見て、がっかりされるのも怖いですが、ここまで見てくれたなら、そりゃ気になりますよね。今から描くので、下手したら1時間くらいかかりますが、それでもよろしければ、後ほどウプしますね。最後まで読んだ。ありがとう、やる気出てきた。僕も持病を持っているけど、ソニコの言う通りだよ。一応、俺の大切な人を描いたよ。あんまり、似てないけどね。うまい。ソニコかわいい。いいスレだった。ありがとう。本当に、いつかどこかで花丸と絵を通して出会えたらいいな。描き続けていればできるだろうか。お疲れ様、ありがとう。おつ、すごくいいスレだった。以上です。波乱万丈なストーリーと最後には素敵な絵を見させてくれました。皆様の感想もお待ちしております。